ナミさん、お疲れ様です。昨日は私のために動画送っていただきましてありがとうございました。まあでも私のためのみならず、多くの悩みを抱えた方、多分助かったんじゃないかなと思います。私もね、こうやってね、一日断るごとにやってますよ。で、可動域を少しでも増やさないといけないんでね、こう動かしてみて、どのぐらいだったら動くのかなとかね、やりながらとか、うん、肩の筋みたいなところをこうやってほぐすような感じでね、多分縦になんかが筋肉か筋がこうあるのがこうパリッと張り付いた状態なのかなと思いますんで、だからこうやってほぐしていけばいいのかなと解釈しました。まあそういうふうなイメージをすることが大事なのかなとね。でやっぱこれってまあここからね、あのこのまだ寒い時期に雪をかき分けてナミさんのところに行くのはまあ現実的じゃないかなと思いますんで、どっかね、あの信頼できる医師、形成外科とか、あと民間療法をやってるところとかね、ああいうのにこうお願いした方がいいんですかね、うん、一応ね、こう、なんですかね、私の住まいとあの五十肩で検索すると、あの広告で上位表示は結構あるんですよ。それぞれになんかこの五十肩でお悩みの方みたいなのあったりとかね、すぐ治りますとか書いてあるんですけども、なんか一定期間通って徐々に徐々になんか治っていくみたいですけどね、うん、なるほどね。まあでも自分でできることがこうやってあるんだったらね、あのノックさんからお借りした紙サプライズもそうですけども、別にね、あの費用をけちってるわけでも何でもないんですよ。ほんでこんなんでね、あの数万円でポンと治れば全然いいなと思ってるんですけども、まあ、どういうふうにね、あの生態の方を見分ければいいのかなとかね、地元でちょっとわからないですけども、まあでも今私はね、ナミさんが頼りですから、うん、こうやってやってますよこっちの肩が痛くなりますね、なんかね、肩が凝るというか、こうグッグッグッとやっていくと、うん、はい、ということでね、この動画を通じて多くの同じ五十肩をお持ちの方にナミさんの生態できっちり直してもらいましょう。こうやってたまにやってます。やるとなんか温まりますね、体がねポコポコしてきます、はい、しっかりとやらせてもらってます。まあでもラチが開かないかもしれないですね、これだけだったら。あの早くね、あのパンチがボンボン打てるようになりたいですからね。こっちはこう出るんですけど、こっちはねいまいち出ないですよ、うん、あんまりやるとこう痛くなるんで、このぐらいしかちょっとまだね出ないのと、勢いよく手を動かすとものすごい激痛が走りますんでね。五十肩って激痛なんですか、こんなに。すごい痛いですね、なんかね、うん、でも外見には何もないんで、うん、しっかりせようと思いますよ、自分自身。はい、じゃあ今回はこんな動画になりましたありがとうございます。あ、それで副業のことなんですけども、あのついでにお話しますとね、あの副業は隙間時間で簡単にポンポンポンってできるイメージってあるじゃないですか、うん、あれ慣れてくるとそういう風な自分のライフスタイルにうまいことね、暇な時間を見つけちゃそこに作業を放り込むってことできるんですけども、最初はそうはいかないですよね。最初は本当に副業をメインでやるぐらいの気持ちでどんどんやっていって、ものすごい量とね、それから繰り返し反復 で慣れてきたらだんだん、なんていうんですかね、作業も簡単になってくるし、段取りもつきやすくなるし、なんかね、いわゆる本業しながら副業する時間をどこにしようかなっていうふうに、まあ、カジュアルに考えられるように、まあ、つまり副業をね、手なずけることができるってことですかね。多分そんな感じじゃないかなと思うんですよ。でその中で、なんですかね、労働型の副業ってのはやっぱお勧めしないですね。だから転売っていうのがね、副業としてはそんなにたくさんやるものではないかなと、うん、例えば転売で月間1万円目標だったら多分そんなに負担はないと思いますけども、でやることも明確になりますけどもね。でも副業で転売でね、やっぱ10万とか20万狙おうとしたら、扱う商品が例えばもうカメラ一択になったりとか車とか、ああいうのになってくるのかなと思いますね、うん、だからそうなると副業をね、私がおすすめするとしたら、ストック型ですよね。やっぱブログでなんか物を書くっていうのがいいのかなと思います。もしくは書くスキルが高まっていったらウェブライターとしてね、
1記事5000円ぐらいもらえるようなやつを月間で 2,3 本受けるみたいなこと、これは全然現実的ですからね。これをやったらどうかなと思います。あのやっぱ書くっていう作業は確かに労働型ではあるんですけども、うん、なんていうの、書くのが楽しくなるとかね、自分の好きな求めているテーマで書けるようになったら、それ自身がストレス解消とか趣味になったりしますので、うん、だからわざわざあの報酬をもらうために書かなくちゃいけないみたいなんだとね、負担なんですけども、ちょっと一息ついて記事でも書こうかしらみたいになってくると、多分その記事を書く作業っていうのが楽しくって、それでね、お金ももらえるみたいな、でファンもできるみたいなことになってくるのかなと思うんですね、うん、なんかどんな作業を選ぶかってことをすごく大事かなと思いますね、うん、はい、じゃあ以上のような形になります。なんか最近では写真を売る仕事ってのもあるみたいなんで、これもなかなかいいのかなと思いますけどね、うん、はい、じゃあいってらっしゃい。